この広いやつやるか。どれからやったっていいですか。あ、どれ、これ、あの、これ左と右と。あら、足どこ行った。何の。左の足。ああ、はいよ。場所わからんかな。よし。うん、まあ確かになんか飛びそうだな。でもこれ汚れついとるから、うん、汚れついてるからね、黒くなるな、うん、あずまきとき、おじいちゃんとばあちゃんとしてやってたの。そしてまた仕事もないから迷惑の手伝った。みつこが磨いたら力あるから、光が違うから、今度みつこに任せるから。じいちゃんってあれかい、あの大きいじいちゃん、じいちゃんか、うん、この間死んだじいちゃんはこうやってばちゃんです。そしてこうヤスリ買ってきたりして、ああでも傷だらけにして、じいちゃんそんなもんダメだよって。
いやだからおやすりもな、いや最初は何ちゅうのかな、まあ番数の高いやつでやらんかったら傷になっちゃうんだよな、うん、だんだん番数上げていけばピカピカにはなる、うん、まあ元から綺麗だからな、最初から研磨剤つけて磨いてもじいちゃんダメって、もう本当に傷ついたから、そしてまた違うやつ買ってきたってダメだよ、私やるからいいよ。ああでもやっぱり磨いたら綺麗になるな。わかるかな。ああめっちゃ綺麗になる。ちょっと暗いよね。すごい、すごい綺麗な。やば。カッパ来てやがる。色違うもんな、うん、違う違う、兄ちゃんは力あるから、いやいや、ばあちゃん、ばあちゃんよりまあ、まあ、ばあちゃんよりは力あるぞ。光の、全然違う、ばあちゃんよりはあるわ。別にでもこんな力いらんけどな、うん、でも、気持ちいいわ、これはいないから、お母さんの休みの時に入ったんだ、じいじいいたらダメだからね。ああじいじか、じいじいが臭いからバイバイになるんです。風船こいでてもまあそうだな、匂いには敏感だな。教えてもいいかと思って聞いてたら、そんなもん俺死んでしまうんちゃう。こういう穴のとここれを入れて、タオルの先を入れて、ああ中もかな。
は別に外れるもんでないもんね。これは外れるものではない。いや、外れるの。刺さってんだ。あ、これは釘抜いた方がいいんか、うん、抜けんのか、これ。あ、ほんとだ。まあ、後でやる。ゴシゴシで暖かくなってきたんです。暖かくなってきたでさ力入れるからね。やっぱ芋を磨くっていうのは気持ちいいな。ついでに後で包丁でも研ぐから。兄ちゃん、兄ちゃんいるから。じいちゃんの後継ぎちゃん。お父さんは全然ない。いや、まあ、おのおの得意不得意あるから。兄ちゃんも偉いな。若いのにさ。ばあちゃん、でも俺も、なんだ
うん、あと1年でも40になるわ。もうそんなになるの？もうそんなになるぞ。それはだってばあちゃんもひ孫いるぐらいだもん。大きいじいちゃんなんかお父さんたちのちっちゃい時はそんなここ座布団引いて寝てといたって抱くってことなかったけど、兄ちゃんたちになったらこんな下の硬いとこに寝てたらかわいそうだってじいちゃん自分の椅子の横に座布団引いてそういうとこに連れて上がって自分のひ孫になったらやっぱりかわいいなと。でも ばあちゃんのひ孫はあれだべさ、なんちゅうのいたずらボンズで大変だべさ。大変だった。仏壇のとこ行ってこうやってやったら網が破れるじゃん。そしたらこうやってみんなやるから、えでちゃんそれ破ったらじいちゃんに叱られるからやめなさいって言ってだから仏壇の最後の塔もみんな傷だらけになっていて全部張り替えたんだ。エドちゃんのいるうちはあれだからって、エドちゃんスペインに帰ってから12月ここいばあちゃんが座って椅子を畳の上に押したる。寝るときにベッドで、ね、畳の部屋でね、そして下で、ね、まあでもね、元気なことはいいことだよね、うん、いや、すごい体力ある子だわ。パパさんは時計があったりなんかしたらカチカチって言うことが嫌だから見やがって。磨き足りんか。ああ、そこにすすかなんか入っとんのか。薬が取れてなかったのか。この筋のね、この尻尾の、はい、穴が取るか。よいしょ。取れんのか。
最後はタオルで取るよ、うん、すごい光るわ。すごいな、真珠って磨いたらすごい光るね、やっぱりね。
メイクなんで。こうか、こう下か、こうか、いや、こうか、こうか、よし、知らないよ、知らない、ここはやったんだよね。いや、こっちはやってない、これもやってない。あ、そう、うん、ずいぶん出たね。まあまだ使うか。
はまだやっとだった。こっちは終わる。別々にとかのことわからん。灰皿かなんか、灰皿かなんかですね。うちはタバコ飲む人やねえからね。大きいじいちゃんは、ほら、タバ清掃中はタバコ吸わない人にタバコもらえないでしょ。うん、まあもったいないからもらすんだね。もらうために今度タバのタバコ吸い始めた。そして自分が飲まないで余ってたら今度隣近所の人にやっぱりして、うん、だからそんなに飲まなかったんだまあでもね、最後じいちゃん肺悪くして亡くなったな。肺炎な。だから病院なんか怖そうだから、じいちゃん病院行こうかって言ったら、みつこ本人がそんな病院行くって言わないのに、なんでお前がそんなに病院連れてきたくなるの。いや、じいちゃんだけどね、怖そうにしてるからさ、行ってきて何でもないって言ったら安心していられる人って、あの怖かったら、いや怖いな怖いなって、気もんでたらじいちゃん帰って具合悪くなるよ。そしたら次の朝、いやみつこなんか俺怖くて途中で休まんかったらここまで来れんかった。あしたらじいちゃん今日病院行こうかって言ったら、うん、したら連れて行ってくれてたからね。そしてあんた病院、うん、じいちゃんに、いやあずめ買い物に用事出しに行っていないか、帰ってきてから、いやじいちゃんね今日怖いから病院に連れて行ってくれって言ってるから救急車頼んだらあった。まあそうだな。そして電話したら救急車でなく警察からの警察の方へ電話して、あらら間違えたって。うん、そして今度行ったらな、もう2日もつかばか、もうすぐなんでこんなになるまでおじいちゃんを病院連れてかんかったって、じいちゃん怒られたんだって先生に。いやいや、本人に行こうって言っても本人は行くって言わないもんだから連れてくれなかったんだ。したってよ、うちのじいちゃんだってよ、あのな、こ牛乳温めて牛乳任しといてさ、うん、あの時さ本当はあの救急車呼ばんならんかったけど、本人が いらないっちゅうからよ、うん、呼ばんかったけど、あれもやっぱり呼ばんならんかった、うん、だからやっぱだから、ゆう子が来て、じいちゃんがかぶ、札幌の駅の2階に、なんかそういう、行ってた病院があったから、そこ行くって言ったのさ。じいちゃん、私の言うこと聞かなかったら、これなんかやらないよって言って、札幌から来て。そしたら、ゆう子ちゃん、今度、そこ連絡取ったら、いや、うちは入院するとこないから。そして今度、札幌駅に着いてくる。ヨコちゃんこう言ってきたから、じいちゃんあのここへは行かないで よその病院行くよって、そういうこと、まあそこまで行ったらどうならっからタクシーで行って、そしたらすぐ入院しなかったらダメだって言われて、そしたらいや何も準備してこないから明日来ます。じいちゃんそんなもの、あの歯ブラシやそんなもんぐらいだったら店行って買えばなもん、すぐあれだから、じいちゃんダメだよ、すぐ入院しなかったら連れて帰らないよって、うん、そしたらゆっくんは今度車運転してるから車やめなさいって先生言ってくれ
ださいって先生言った。そしたら、いや、車やめたら用事足せないからダメだしです。それで来て、あの、お父さん、何か急用あったら私車で連れてくから。な、あんな、あんなな、あの、ま、なんだ、湯飲みを落としてるようじゃやっぱハンドル握れん。うん。そしたらお父さんは、おじいちゃん、あれだよって、下手に事故なんか起こしたら俺らここにおれんくなってどっか行かんけないようになるよって言われたってなんか。そしたら、春樹も、父さん、あの何か、あずま行きたいって言ったら俺連れてくから、車は一切やめなさいって。言われたら、あ、そっか、ちょっとやめ。そして、兄ちゃんも来て、来てさ、よくと3人で歯ブラシ買いに行ったって。あ、俺は覚えとらんわ。俺もいたか。兄ちゃんも来たんだ。食べるとこなんかないで、そして駅から見たらすぐにじいちゃんそこにご飯食べるとこあるんだよって言って。ああ、なんか蕎麦屋行ったのは覚えてるけど、その時かな。じいちゃんも若い時にゴミのほらマスクもないし。昔はね、機械、自分の機械で仕事したりしてたら、ゴミ吸ったりして、今度、あの、悪くして入院して。ちょっと話ずれるけど、ちょっと前、夜寝とったら、夢にじいちゃん出てきた。あら、まあ、たくま元気にしてるかって言ってきた。あのちょっと年いったじいちゃんだったからやっぱ喋りながらよだれ垂らしとったけどじいちゃんもな入れ歯だからやっぱり口元緩んで大きいじいちゃんにねたくまのお誕生日だとか運動会だとかして言ったそしたら母さんも下のじいちゃんばあちゃんと同じで父さんとどこ行くんだよ二人で歩くってよその人が笑っとるわじいちゃんと下のじいちゃんばあちゃんなんかそんな遊びに出るのに二人で来るんでないよってお寺参りがあってお彼岸なんかだならあのお東もお西も同じだからお東行かんでお西に参るからみんな見てるんだよじいちゃんばあちゃんじいちゃんは富山出身の人だからうちの母は真剣だ大事でしょうんああ大きいじいちゃんか、うん、大きい、うんみーちゃんに手伝ってもらった午前中に終わったいやでも、うん、やっぱこういう作業は好きだから見てたら面白そうだお母さんは自分でやらんとみーちゃんに任せるあ
どっかわしも上に1本ぐらい持ってたけどな。あ、そう、うん、どっかなく、もしなくなったらそれ探してもいいし、まあこんなね、ホーマックに売ってるからな、うんうん、これをいつもお母さんに買ってきてもらってんだね。この間から見たら、一回分くらいあるな。おばあちゃんだってだんだん年取ってきたら疲れに出るから。であれもな、もうそれだ、こんな結構重労働だ、こんな。いや、いいじゃん、助けてもらったから。いやいやいや、あ、助かる。若いのにさ、こんなのすぐしてくれる人なのか。若いってもう40になるから。いやいやいや俺ね、全部バラしてあった。ばあちゃんのもあるし、あ、これ曲がってるね。これどうなってるのが正解なの。それは一番上だ。うん、それはちょっと赤で出てくる。ああ、そっか。青でこうか。しか入らんのかな、うん、これでも、あ、これじゃやっぱ違うか。入らないの。分からん。
穴3箇所通らさんならんから入った入ったこういう丸みのあるものは磨くとビッカビカになる。中にスス、スス入ってるな。ああ、いい。おせ、ろうそくのケースからね。
もやっぱビカビカになるね。乾いたり乾いたり。よし。手がちょっと汚れてるから。まだいる？いやいいよ。みちゃんはあまり使わなかった。おばあちゃんは汚れ塗ったやつと、ああそっか、服やつと別にしてるから。ああなるほどな。ああそっかそっか。じゃあか一回一通り乾いたやつで、うん、最後はね乾いたやつです。ああ、ほんとだ。あ、このタオルは見覚えある。ああ、だいぶ違う。もう一回やったけど、手垢ついてるかもしれない。ちゃんと戻し方見とかないと分かんなくなるな。戻すときに戻し方見とかないと分からんくなるな。分からんくなるね。この辺はもう投げていいな。うん、うん、それ燃えるゴミに入れるからね、はい。どっちそこでいいんでしょ。マイルコの袋に入れてきて、マイルコの袋に入れて、どうもありがとうね。どうもどうも。一人でやるったらやっぱ半日以上か。いや、そうだな。ビカビカだわ。ビカビカでしょ。
かの埃も映るかもしれない。ああ。あとさ。